おはこんばんにちは。ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。それでは定期的に行っている。決算大報告会。我がチャンネル的には恒例イベントね。毎度毎度言っているが、株主様への説明や信用情報としても嘘がつけないからな。今回は基本的に第3四半期。多くの企業では10月から12月の数字となるな。年末商戦の数字も入るから気になるわ。主要ゲームメーカーの決算報告を確認していこう。人様の懐事情を堂々と覗けるので、私は非常に大好きです。決して褒められたもんじゃないけどな。それじゃあ、ゆっくりしていってね。さて、早速一番気になるあの企業から言ってみようか。どの企業？ソニーだな。前回の動画で好調とは聞いていたけど、いかほどのものかね。まずグループ全体では前年同期 13% 増の3兆4129億円。連結営業利益は前年同期比364億円減の4287億円。相変わらずソニー全体だと天文学的数字でようわからん。結果的には増収減益ということとなるが、発表にもあるが、映画分野における事業譲渡益702億円の計上もあった昨年の過去最高益から大きく落としてはいない。つまりブーストのあった昨年並み。すごいだろ？ってアピールね。これは株主様に強くアピールしたいところだろう。そして我々としては一番気になるゲーム部門についてだな。売上高は前年同期比 53% と大幅増の1兆2465億円。営業利益も前年同期から234億円と大幅増の1162億円となっている。私たちが散々草した時にもめっちゃ儲けてるってことね。PS5 本体の売り上げはこの四半期で710万台。前年同期では390万台だったので伸びているな。私もこの数字に一大貢献しております。12月時点でアクティブユーザーの PS5 ユーザーの割合は3割。しかもその中には PS4 を使っていなかった新規ユーザーも3割いるとのことだ。ここは日本にいると肌感でほんまか？と思ってしまうわね。ソフトではゴッドオブボーラグナロクが1100万本と、同期間でのファーストパーティータイトルとして過去最高の記録となり、こちらも数字を大きく牽引しているな。良いニュースしかねえ。問題点があるとすれば、サードの対策たちが今年ちゃんと売れんのかって話だわ。まあ、ソニーの発表を粛々とお伝えしたことになるからな。私からもやや苦言があるとしたら、本体同梱版で売っている2作。グランツーリスモ7とホライゾンフォビブンウェストの数字も教えてくれよってことかな。そんな言うほどの売り上げではないってことかね。そういう邪推がはかどるな。とはいえ、ファーストタイトルでは発表にあるようにスパイダーマン2は確実にヒットタイトルとなるだろう。こっちは秋の発売予定ね。そして近々 PSVR2 も発売となるわけだしな。こっちの紹介はざっくりすぎねえか。まあ、まだ株主にアピールできる数字がないしな。うかつなこと言えんだろう。ゲーム部門の総括としては様々な施策の成果が着実に上がっており、PS5 の普及拡大を軸に、ゲーム事業成長の再加速に向けたポジティブなモメンタムが作れていると捉えています。とのことだな。モメンタムって何や？相場の動きなどに用いられる言葉で方向性や勢いという意味だな。他にも細かい数字だと PS プラス会員も以前に落としたところから数字を戻しており、4640万人。アクティブユーザーも数字は戻して1億1200万人となっている。まあ、今回は文句のつけようねえわ。ここから始まってくれれば何の問題もなし。ソフトが今年爆売れすれば、もう完全に波に乗る。さて、そのソフト面では特に日本市場ではここが命運を握っているかもな企業も確認していこうか。あそこね。スクウェアエニックスとなるな。頑張ってほしいけど、現時点では文句多めだわ。まずは数字から見ていこう。売上高は前年同期比 6.6% 減の2556億1600万円。営業利益は同期比 17.6% 減の413億1500万円。はっきりとした減収減益となっているが、最終利益は前年同期比 16.4% 増の463億9700万円となっている。儲かってないのに利益が上がるとはどういうこと？こちらの理由をちゃんと考述しよう。減収減益となった理由については発表にもあるように、主力のゲーム部門の不調となるな。まあ、一般ユーザーとしてもタイトルはかなりあったけど、そこまで出はなかったことはわかる。合わせて主力 MMORPG のファイナルファンタジー14の拡張パッケージがなかったことも大きいとのこと。
グラフを見るにスマホ向けの売り上げは重要だと思うから、もっと愛を持って制作してほしいと感じる。純利益については開発スタジオの株式売却等での計上により増益となった形だな。現時点でコンソール向けのゲームやスマホアプリが評判良いわけではないので、不安しかないぞ。他部門だとアミューズメント部門は大きく伸びているし、出版やグッズ販売も維持していることを考えると、主力のゲーム部門でのテコ入れは今年あると思う。オクトパストラベラー2は確実に買うぞ。ファイナルファンタジーの展開やドラクエの新情報も期待しているぞ。今年はやいやい言わずに楽しませていただけると幸いです。あと、スクエニではパッケージとデジタルの売り上げもグラフで発表されているな。デジタルの売り上げが圧倒的ね。今後も PC での展開も広くあるわけで、ここの数字にも注目していこう。お次はカプコンとなるのぜ。こっちも今年のゲーム業界において非常に重要な存在。売上高は前年同期比 9.6% 減の796億7100万円。最終利益は前年同期比 11.6% 減の236億1000万円。結果的に減収減益となってはいるが、前年好調だったところからの反動もあるようだな。まあ、この時期はバイオビレッジの DLC もあったけど、明確な新作はなかったな。とはいえ、旧作となる作品も徐々に売れており販売本数は増加しているようだな。バイオシリーズはセール価格ならコスパ半端ないわよ。過去作も堅調に売れているのは強みとなるな。そして、ストリートファイター5がついにあのスト2の売り上げを超えて700万本突破。当時遊び倒したスト2超えか。ストリートファイター6も期待したいわね。格ゲーについては我々も衰退を語ったことがあるが、頑張ってほしいところだな。過去作も徐々に売れる盤石さに加えて、バイオハザード RE4 も予定されている。当のカプコンにしても10期連続の通期営業増益に向け、想定通りに進捗しているとのこと。計画通りということか。春先の通期での決算報告も大いに注目だな。お次は光栄テクモなのぜ。こっちも直近で大注目タイトルだらけ。売上高は前年同期比 10.6% 減の494億3900万円。最終利益は前年同期比 52.4% 減の134億7700万円。結果的に減収減益となるが。とはいえ、こちらもカプコン同様前年に複数のソフトが出たことによる反動となるな。新三国無双8エンパイアーズが出たのが2年前か。主なタイトルとして発表されているのが、この3作品だからな。好調とはいえ、玉不足は明らかね。その分、ここからはえげつない展開になるのよね。その通り、発売予定が明確に決まっている作品だけでも凄まじい。全部気になるわ。全部発売日に買ったら、財布も頭もパンクしそうだけどな。ワイルドハーツとウォーロンフォールンダイナスティはゲーム業界を大きく動かすと信じている。ライザのアトリエもシリーズ完結作。こっちも今年しっかり遊ぶぞ。こちらも通期での決算は非常に気になるものとなるな。お次は角川となるな。出版企業だろ。ってツッコミもあるとは思いますが、あのフロムソフトウェアを要する企業でもある。前回も紹介したわけだが、エルデンリングでの牽引がエグい。ゲーム部門における売上高は前年同期比 206.4% 増の234億1600万円。営業利益は前年同期比 2133.0% 増の90億7100万円。数字が見事に狂っている。今後、アーマードコアの新作や超探偵事件ボレインコードなど意欲作も揃う。さすがにエルデンリングのようなムーブメントとはならんだろうが。今後も良作を提供していただければありがたい話だ。親元角川の本業も問題ないのかしら？出版業も好調だ。それにニコニコ動画でも。プレミアム会員はやや減少しているが、収益多様化によって増収している。YouTube で言うのもあれやけど、ちょっと安心したな。さて、今回はこれぐらいにしておこう。あの京都の企業様の決算はもうちょい後なのね。任天堂の決算報告は2月7日となるな。ここもで次第、今回確認できてない企業様と共に見ていこう。忍耐アンテナもビンビンに張りながら待ってまっせ。それになんだかんだ言ったって各企業様の数字には確実に貢献しているしね。株主ではねえけど、今後も言いたいこと言っていくぞ。構わんができるだけ、ご視聴者様に怒られない程度にしておけよ。このチャンネルでは有意義なゲームライフのための情報提供をしてまいりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。日曜日に定期更新しているので、今後ともよろしくなんだぜ。